塚本勝義塚本勝義から1912年1月15日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将、男爵、陽明拓馬、大垣藩士、井戸中右衛門の三男として生まれ、同藩士、塚本勝重の養子となる。大垣藩将隊長として第二次長州政党に出征したが、 同伴が新政府側となり母親戦争に従軍。1872年、陸軍将尉任官。第六番大隊付を経て、1874年4月、台湾出兵に従軍。熊本鎮大付を経て、1877年2月から10月まで、西南戦争に出征した。不評第四連隊大隊長。この絵不評、第二連隊大隊長等を歴任し、 日清戦争には、不評第六連隊長として出征し、平壌や海上の戦いに参加した。陸軍大学校長、第六師団参謀長などを経て、1897年9月、陸軍少将に進級。義和団の乱及び日露戦争に、不評第21旅団長として出征。日露戦争では、金州、南山などに転戦。1九百四年九月、 陸軍中将となり、療養海戦で負傷した小川又次中将の後任として、第四師団長に就任し、奉天海戦を戦った。その後、第九師団長を務め、1908年12月に休職し、翌年11月20日、交尾役となった。1907年9月、男爵を助爵し家族となる。ありがとうございます。